肉吸い定食です。うん、肉吸いって言うてもこれなんかレンゲがありそうなもんなんやな。レンゲはないんかな。確かに西成とかでも肉吸い流行っとらん。そうなの、肉吸い初めて聞いたんやけど、やっぱ大阪名物なんやね。うん、何の辛さもないわ。めちゃくちゃ甘いわ。そうなったらどうしても信じてしまうよね。嫁さんが大殺界じゃないかと教えたら、いや、大殺界なんて。大殺界なの。そうなん、うん、調べたんだ。よろしくなりなんだ。うん、なんかテレビで言ってたの。ここ暑いじゃん。これでいくね。うん、うん、私19番飛ばして詳しくて続きになります。10万、20万やろ。そんなの、あ、そんな、それぐらいで天狗になって釣り出しちゃったよ。常に笑顔。あなた、ああいうか。絶対ないけん。動画やけん。そう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 。お金のために笑顔を見せとるだけであって、そう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 、お金が絡んでやったら、楽しそうな感じがするんやけどな。あ、まあ、けど俺、騙されやすいからな。うん。嫁のやったらちょっと見る目ないわ。そう見えるんやったら。まあまあけど、可愛いね。うまけえよね。顔だけで見たらもう、うん、確かにまつげドーンと長いなって言ってるな。結構俺に見てあの野獣前やね。あ、まあ、もちろんあの火事も笠巻山に焼けた時とか見に行ったりとか。